利用者として気をつけてもらう点は、3密、密集、密閉、密接となるような施設利用は避けましょう。施設利用時はマスクの着用、こまめな手洗い、手指消毒を徹底しましょう。検温などで体調確認を行い、発熱がある場合は利用を控えましょう。他の人とは2メートル以上の十分な距離を取りましょう。また真向かいに座らず互い違いに座るのも有効です。マスクの上下裏表を確認し、ワイヤーがある場合はそれを鼻の形に曲げ、折りひだ部分を広げましょう。紐の部分を持ってマスクを着用し、再度ワイヤーを鼻の形に合わせたり、折りひだを顎の下まで調節し、鼻と口をしっかり覆いましょう。マスクの表面に触れないよう紐の部分を持って外し廃棄しましょう。廃棄するときはゴミ袋に廃棄するようにし、ゴミに直接触れることがないよう縛って封をしましょう。ゴミ袋に捨てた後は手をよく洗いましょう。手洗い前に爪を短く切り、時計や指輪は外しておきましょう。流水での手洗いができない場合はアルコールにより手指消毒を行いましょう。消毒液約3ミリリットルを手のひらに取ります。ポンプ1回きちんと最後まで押すと3ミリリットル出ます。はじめに両手の指先に消毒液を吸い込みます。指先の消毒からは手洗いの方法を参考にしてください。毎時2回以上、数分程度窓を全開にするなど、こまめな換気を行いましょう。空気の流れを作るため、複数の窓があれば2方向の窓を開放し、窓が1つの場合はドアを一緒に開けましょう。